どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、本日のね、動画はですね、こちら。はい。ジーロボからウクレレ専用アンプがとうとう登場でーす。はい。このアンプって一体なんだっていうふうに思う方もいらっしゃると思うので、今日はですね、このアンプについて、もう濃厚解説をしていきたいと思います。ですね、ただいま、Gラボのウクレレたち、はい、これもですけれども、2023年の9月の24日正午から、販売と予約受付期間中で、これはね、予約受付になっております。ガズのすべての、Gラボガズレレのすべてのモデルの、販売、在庫があるものは即発送で、予約受付期間と、あとはですね、この度、このシリーズもね、すごいでしょこれ。いつ見ても強烈なんですよ。すごくいい音がするエレクトリックウクレレ G ソリッドというモデルなんですが、こちらもですね、ご予約スタートになりました。ここにロゴが入ります。この感じのロゴが入る予定になってます。これサンプルなんですけどね。そういうわけで、まあ、その、ウクレレ、Gラボのウクレレたちの最新情報を概要欄に貼っとくんで、ちょっとそちらで、ラインナップとか、いろいろご確認いただければと思うんですけど、早速今日はですね、この Gラボの、ウクレレ専用アンプをご紹介していきたいと思います。まずですね、これ、何かというと、この Gラボのウクレレに、このピックアップ付きっていうのを選んでくれた人は、なんとここから音が出ますよという、こういうことでございまして、まあ考えてみたら G ラボのウクレレって、いろいろこうラインナップね、豊富にあって、まあ、これガズモデルだったり、この、薄レレだといろんなラインナップがあるんですけど、これね、ピックアップ付きモデルっていうのは結構皆さん人気で、オーダーいただいてるんですね。ガズレレのウクレレたちってピックアップありなしが選べたり、フレットの長さが選べたりするっていうシステムになってまして、ピックアップが付いたウクレレをセレクトされる方も結構多いんですよ。そうしたらね、僕は、毎回思ってたのは、もうそういえばピックアップがついているウクレレを販売しているのに、じゃあどこで出すんだっていう話になった時に、アンプが欲しいってずっとガズレレ G ラボではちょっと模索してまして、実はこのアンプ、今回初めてね、ご予約受付期間に突入するんですけど、なんと1年以上かけてですね、これ製品化になりましたということなんですけど、まあ、もうウクレレ専用になってるということで、すごくこの音域がですね、いい音するように、アンプをこう、作ってるんですけど、それのね、やりとりですね。もう、その製造会社とね、もうもっとこうしてほしい、ああしてほしいっていうことも何回もやりとりして、まあまさにですね、もう何回もキャッチボールを行ってこれ開発されたということなんですけれども、ちょっと紹介していきましょう。まずですね、まず音聞いてみますか？どうやって使うか。ここ、ピックアップ付きのウクレレを持ってる人は、ここにね、この、コード。これ専門用語ではケーブルとかね、言いますけれども、これを指すんです。ちなみにですね、ちょっと申し訳ないですけど、今日はね、これ僕が自分で使ってる、いつも使ってるコードを使ってるんですけど、Gラボでも、ケーブル発売します。こちらのケーブルになるんですけど、ちょっと今手元になくて、近々また、そのケーブルのご案内もしようと思うんですけど、こっちもご注目です。このケーブルも奥が深くてですね、楽器屋さんに行ったら安いものから、同じ長さなのに、1000円とか1500円から1万円ぐらいまであるんですよ。何が違うのかってことなんですけど、もちろん音ですね。いいケーブルっていうのは本当にその原音を忠実に再現してくれて、音が太いんですよ。でも安いウクレレっていうのは抵抗が、安いこのケーブルコードっていうのは、抵抗が多くで、音が痩せちゃうとか、あとね、やっぱり、よくあることですけど、こう、断線するとか、すぐ音が切れちゃうっていうのがあるんですけど、そこをですね、やっぱりもう選び抜いた、Gラボならではの一番いいところを、皆さんの、使いやすいやつを選んでます。これですから、ちょっと、後で見といてくださいね。で、今日はちょっと面目ないんですけど、私の自分の家にあるケーブルをここに挿します。そして、はい。このケーブルを挿すんですけど、ここ、ちょっと見ていただきたいんですけれども、はい。ここに中いくつも並んでます。後ろ並んでるでしょ。で、このウクレレアンプのすごいところは、こっちはですね、ボーカルマイクを挿せるんですよ。これあんまり見たことなくないですか？この3つの穴って。これってね、XL なんとかケーブル、ちょっと名前がちょっとあれなんですけど、これマイクの専用のケーブルなんですよ。どんなケーブルかちょっとお見せしましょう。こんな感じなんですね。こういう感じです。これあんまり見たことないですか？ちょっとこれをマイクに繋いでみると、こういう、まあ、マイクがあるんですけど、このマイクってこっちにも3つね、端子があるでしょ？で、これをこうやって入れて使うんですね。で、じゃあこっちはどうなってるかというと、はい。こうなってまして、これをここに入れる。こうか。入りました。はい。で、これで、
ここ見てください。ここボリュームって書いてあるじゃないですか。で、これチャンネル1って書いてあります。これチャンネル1っていうのはここに入ったもののボリュームなんで、ここでこのボーカルマイクの音量調整ができます。ちょっと電源入れてみましょう。あ、ちなみに電源はこっちの後ろ側にあるのでございます。はい。ここに電源があります。で、入れますよ。あ、ちなみに皆さんアンプ使ったことない人、電源入れるときは両方ボリューム0にしとくのが鉄則です。両方ボリューム、二つこれボリュームがあるんで、ここで一個のチャンネル、こっちで一個のチャンネルになってるんですね。今説明してるのは、このボーカルのチャンネル1っていうのを使ってます。ここで分かれてるんですよ、チャンネルが。で、ウクレレはここに挿します。これ、いずれ、この後ちょっと説明していきますけど、はい、じゃあ電源入れますよ。ここに電源があります。パチ。赤いのがつきました。電源が入った。はい。それで、ちょっとこう喋ってみますよ、マイクで。ボリューム上げていきます。はい。どんどん大きくなってきて、マイクの声がこれ聞こえますかね？こんな感じです。今ちなみに、ほんと、ボリューム1とか2ぐらいでも結構音大きいです。これどんどん上げていくともうどんどん大きくなるんですけど、これ 15W という音の大きさが出るっていうやつなんですけど、これかなりですね、余裕あるボリューム大きいですよ。はい。これが1個目のチャンネルの説明です。ここに関してはボリュームのみということになってるんですけど、つまりこれ、ここにウクレレを挿して、こっちにマイクを挿すと、一人で弾き語りが、ちょっと、大きいところでもできちゃうんです。今マイクで喋ってますけど、すごいでしょ？これ自宅でこれ、やってもいいし、なんか、ちょっとした会場であれば、これでプチライブできると思います。はい。で、ちょっとここの注意点なんですけど、この抜いたり挿したりするときは、電源を切るか、ボリュームを切るかして、これを抜いたりしてくださいね。これ電源が入ったままやるとバキッと音がしてスピーカーにすごい負担かかっちゃうんで、それがアンプを使う時の基本的ルールです。ボリュームをゼロにするか電源を切ってから、コードを挿したり抜いたりしてくださいということですね。はい。で、そしたらじゃあウクレレの方に行きましょうか。じゃあマイクは一回ここ置いといて、さっきの、これ、刺したこのウクレレのケーブル。これをですね、もう片っぽ、まあ、今度違うこっちのチャンネル2の方に、刺していきます。これチャンネル2って書いてある。さっきのはこうですよ。ここで分かれてるからね。ここで。はい。じゃあ、ここのインプットに入れます。そうすると、ここ見てもらうと分かるけれども、ボリュームって音量ですよね。これ、イコライザーって書いてあって、ベース、ミドル、トレブルって書いてあります。これ、低音、中音、高音っていう風にシンプルに覚えておいてもらうといいと思うんですけど、ひとまずみんな真ん中にしといてください。で、お好みでもっと低音欲しいなって言ったらこうやって変えていくって感じなんですけど、ひとまず鳴らしてみますね。じゃあ行きます。ボリュームを上げます。わかります？音が出てる。いい音でしょ？はい。じゃあちょっとこのイコライザーっていうのを動かしてみましょう。低音をちょっと強調してみましょう。今ちなみにこの音量で2ぐらいですね、ボリュームが。低音を上げます。そしたら、ちょっとわかりにくいけど、低音が出てるんですよ、これ。で、低音削ってみましょう、じゃあ。あ、なんかスカスカになった。ふくよかになります、低音が出ると。はい。で、真ん中に戻してみましょう。じゃあ、ミドル。これ、じゃあ、上げていきますよ。今度は、中域がちょっと出る。ちょっとね、生で聞くと結構わかるんですけど、このカメラの、このカメラのね、マイクだとわかりづらいかもしれないけど、かなり音が変わります。じゃあこれ引っ切ってみましょう、反対に。そうすると、ドンシャリと言われる、音になる。ちょっとね、これ辺が面白いところで。あとトレブル。これ高音が上がっていきます。今じゃあ10にしてみましょう。ほら、急に高音が突き抜けたでしょ。じゃあ、低音を、ちょっと、じゃあトレブル高音を下げてみますよ。こもってきた。こんな風にしてお好みの音に調整できるようになってます。まず最初は真ん中にしといて、なんかそれで足りないなと思ったら動かすぐらいでいいと思います。そしてご注目はですね、こちらになります。ここに、コーラスという、に書いてあって、ここにオンとオフって書いてあるんですけど、これはですね、エフェクターといって効果音が出る、コーラスというエフェクターというものがここに内蔵されてるんですよ。これがすごくいいんです。これをじゃあオンにしてみましょう。そうすると、ちょっとこう波が、音にゆらゆらゆらってこう揺らぎが出るでしょ？わかります？ああ、気持ちがいい。
んですけど、じゃあこのつまみは一体何かというふうになると思います。これはね、この波がね、動く速さなんですよ。今すごく低いじゃないですか。今1ですけど、1だとちょっと C 弾いてみますね。いや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 んっていう感じです。これ上げていきます。じゃあ5にしますね。5にしました、今。そして弾いてみます。いや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 んってちょっと速くなってきた。うねりがちょっと速くなってきました。はい、じゃあ、もっと一番上にしてみましょうか。そしたら、もっと速い。うん、ビヨヨヨヨヨンって、ちょっとこれね、トレモロとか言われる音に近いと思うんですけど、例えばじゃあこういう音色で、じゃあ何を、どんな曲を弾いたらいいかというと、例えばですね、ヴィンテージソングです。Why fancy on a bullrushing?いいでしょ。いやいやいや、これが可愛い。で、これで波を調整できるんですね。おすすめはね、3とか4ぐらいがいいと思うね。3とか4にしとくと、例えばアルペジオで。つまびくにはこのね、3とか4とか3ぐらいがいいんじゃない？これ、いろいろいじってください。これが一応機能の紹介で、あともう一個、後ろに行くと、ヘッドホンをつなげられる端子がついてますんで、はい、これヘッドホンで耳に当てて夜とかね、効果音を味わいながらふくよかな音を聞きたい人はいいと思います。はい、これ電源ですね。はい、そしてこのアンプでね、ちょっと注意点があります。この今持ってるのってアコースティック楽器で、このサウンドホールっていうのがあるじゃないですか。で、これ気をつけないと、ハウリングっていうのが起こります。ハウリングって一体何だろうって言ってることなんですけど、よくね、マイク使ってるとピーピーとかガーとか言うのを聞いたことないですか？うわー、耳がーみたいな。これもね、起こるんです。今、あえて起こさせてみますよ。ちょっとボリュームを上げます。そして。これです。こういうの。こういうの聞いたことあるでしょ。これハウリングって言うんです。これなんで起こるかっていうと、ここで出てるスピーカーの音が、またこっちにまた拾っちゃって、ここでこう、わーっと大騒ぎになっちゃうんですよ。なので、そういう時はですね、ハウリングが起きる時は、ボリュームが大きすぎるっていうのがまず一個なんですけど、あと、一番手軽な対処法は、離れるです。ウクレレが離れていると、ハウリングしないんですよ。アンプの近くにいると、ここの振動がこう、お互い拾っちゃって、今みたいに、うわーんってなるんで、わーって慌てちゃうんですけど、でもね、これ、気をつけておいてほしいのは、やっぱり自分でこうやってウクレレ弾きながらボリュームどうかなって調整するときに、絶対自分のウクレレと、このアンプで近寄っちゃうじゃないですか。そのときに、すぐにハウリングを起こしますから、こうやって。わかる？ほら。こういうの。はい。なんで、ある程度離れておいて、こうやって調整とかするとおすすめだったりするし、そんなにボリューム大きくなくても十分聞こえてますっていうのが一個ありますからね。はい。そして、ちょっとね、畳みかけるようであれなんですけど、今ね、今日から発売になってる、この、エレクトリックウクレレ、G ソリッド、これをウクレレってよく見てください。穴開いてないでしょ。これソリッドボディっていうことで、ほら、サウンドホールが開いてないんですよ。こういう、エレキウクレレだと、ハウリングって起こらないんです。なぜかというと、響くところがないから、刺して、アンプに通してても、ハウリングっていうのは起こり、ほとんど起こらないんで。それがこの G ソリッドのいいところなんですけど、あ、今日はですね、このアンプの説明をちょっと濃厚にしようと思って、このウクレレ、エレクトリックウクレレのことは、またシリーズでどんどん公開していきますからね。今日はアンプの基本的な説明ということで、はい。そういうわけで、この皆さんがお持ちのですね、こういうアコースティックの、サウンドホールがついた一般的なウクレレだとハウリングが起こりやすいということを、でも、ちゃんと対処方法を知っていればね、まず離れる。そしてボリュームが上がりすぎてないかを確認するということだと思います。で、さっき言ったようにちょっとじゃあ、セッションのさ、弾き語りでちょっとこれやってみようかなと思うんですよね。せっかくマイクも繋がっているんで、ちょっとそれをバーチャル想定してみます。ちょっとマイクスタンドがないんで、ここにギタースタンドにマイクをこう、ちょっと無理くりですけど、ちょっと危ないか、こうか。こんな感じで、ちょっと置いてですね。まあ、今ちょっとね、お試しなんだね。よし。ほら、こんな感じです。もうちょっと近づけるかな。はい。で、ウクレレを
弾いてみると、で、あー、はい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 、はい、こうやって弾き語りができるぞと、このぐらいかなってこう音量調整してですね、そうするとどこまでもいいでしょ、感じで、ほら、もうこれでワンマンライブが、このちっちゃい G ラボアンプでできるよと。あ、ちなみにこのアンプの名前言うの忘れてた。G-BOX です。いいでしょう。G-BOX という、商品名になります。はい。このマイクが出せて、なおかつこのウクレレも出せて、しかもこのコーラスというさっきのね、こう波打つ音色は、ウクレレのチャンネルだけしかかからないんですけど、はい。でもこれでかなりこう可能性があるというふうに思われます。そして、今日でね、今のこの動画で、アンプの説明は、ほぼこれで終わりなんですけど、この後発展系として、今ね、さっき紹介させてもらった、よいしょと。このエレクトリックウクレレを使うと、もっともっと面白い可能性があるよということも、ちょっと今後お伝えしていこうと思うんで、これを軸にいろんな、面白がり動画シリーズでアップロードしていきたいと思います。あ、そしてあともう一個なんですけど、このね、アンプはですね、見てもらうとわかるように、この AC 電源、つまりコンセントに挿すタイプなんですよ。なので、乾電池駆動とかは、ちょっと残念ながら、できないということなんですけど、これもですね、悩みに悩んでですね、乾電池駆動とか充電式っていう、スタイルもあったんですけど、まずですね、すごくコストがドーンと上がっちゃいます。そして、案外僕の経験上、本当に、電源がないところでやるっていう場面は、外でもあんまりなかったんで、これはそういうのをなくして、このコンセントでも使えるようでいいんじゃないかということで、ガズが判断して、コンセント仕様になっているんですけど、これぜひね、音もいいしですね、ただしね、これ重さはですね、どのぐらいあるのかな、これも、軽くはないです。軽くはないんですけど、まあ、そういうことでですね、この、もっと小さいアンプでも、いろいろ販売されているものがあると思うんですけど、やっぱりね、このスピーカーの大きさっていうのが音にすごく影響しててですね、あんまりちっちゃいとやっぱりね、音もね、なんか、昔のトランジスタラジオみたいにちょっとね、細い音になっちゃうんですよね。なんでこのぐらいの大きさがあって、しかもこれすごくしっかりした、キャビネットっていうんですけど、この箱のことね、ここの箱の中で鳴ってるんですよ。だそれがすご、素晴らしい、専門用語で箱鳴りと言いますけどね。はい。あ、そうだ、せっかくなんでこのウクレレ以外のね、こっちのウクレレでも試してみようか。ね。あ、ガズモデルだからいい音するんじゃないのっていうふうにさ、思うかもしれ、方もいるかもしれないから、いろんなウクレレでちょっとせっかくだからね。これも鳴らしてみましょうか。はい。今、抜いたり刺したりするときはボリュームゼロにしてますからね。さっきも言ったけど。これ、上げていきます。ほら、いいでしょ。これ距離が。これだったら大丈夫。で、あ、そうだ、これも言っときたいな。G ラボのウクレレたちのピックアップっていうのは、コンタクト型ピックアップっていうね、この音のマイクなんですけど、これがすごいのがですね、ボディの鳴りを、この音も拾ってくれるんですね。そうすると、まあ、弾き方によっては、こういう音までしっかりキャッチしてくれます。ボリュームを上げてるんでね、ハウリが。だから離れれば本当はいいんですけどね。こんなに多分近くでは本来弾くものじゃないんで。はい、今は同じ高さっていうのはスピーカーとね。なんでこのハウリングっていうのはちょっと最初に分かっていただいておくと、なんかトラブルがないかなというふうに思うんですけど。これね、昨日もそのイベントで皆さんにご体感していただいたところですね。まあ、みんなすっごい感動してくれて、なんかちょっとロマンティックじゃないですか、この音響が入ると。もう気持ちがいいの。
これでバラードとかをアルペジオとかでこう奏でたりね、あともすごくこう自然でしょ、ナチュラルな音が出るんです。あ、エフェクターを一回切ってみましょうか。じゃあコーラスっていうのをなんか効果音をなくすと素直な音ですよ。今度はほらね、自分のここで鳴ってる音が本当にそのまんまこう綺麗に音になってる、こういう感じのですね、あのいい音なんです。はい、お値段は税込み 19,800 円ということでですね、おすすめのアンプとなっております。なんかよく聞かれるのは、何かおすすめのアンプないですかってすごいいつも聞かれてたんで、嬉しいんです。これが発売できて、何を買ったらいいのかどうしたらいいのか分かんない方、ぜひこれ今日この動画を参考にしていただいて、ゲットしていただければというふうに思います。はい、お届けは2ヶ月後の予定になっておりますが、予約ページを、ご覧いただければというふうに思います。はい、そしてさっきも言ったんですけど、エレキウクレレのこととかも、このなんていうのかな、アンプを使ってできるいろんな今後の可能性もシリーズで、お伝えできればなというふうに思っております。はい、 G ラボから新発売になる、G ボックス、皆さんぜひともよろしくお願いします。ガズレレ G ラボのウクレレたち、このウクレレとかこのウクレレとか、今日から、販売予約再開になっておりますんで、ぜひとも概要欄に貼ってあるね G ラボのページチェックしてみてください。よろしくお願いします。このケーブルも販売してますからね。バイバーイ。